ぱりその小刀は。幼い私を拾って育てたのは祖林衆、掟を守りあやかしを借り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻す時、常闇を払い亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。